こんぐらいの方がいいのか。うん、こんばんは。こんばんは。今日は赤チェックの服でした。なんか SNS の今日ありがとうございましたって投稿まだしてないんですけど、今からしますね。待っててください。いや昨日さちょっとショールームしたかったんですけど、ちょっとできなかったから今日やろうと決めておりの本日です。今日はなんかいつもとメイクが違います。わかる人にはわかるかな。多分ほぼわからん。みんなインスタあげますね。先行公開するわ先に。あ、眩しい。本日こちらあの3枚の写真をですね今からインスタに載せたいと思います。これでよかったかな。ちょっと本当良くないんですけど SNS の写真ちょっと悩みすぎちゃうの。私の悩みなんですよ。まつげの上がり方が違う。あ、これはあの本当先日あのまつげカールの方に行ってもうバチバチに上がってますね。やっぱラムネに合わせていきました。まつげあのコンサートに合わせて前回まつげ上げたんですけど、そっからちょっと日にち経ってまつげ下がってきたからもっと上げてもらった。やばいね、めちゃくちゃまつげ上がってるね。ちょっと待ってくださいね。インスタ、はい、これでいいかな。なんかちょっと髪の毛がボサボサなんですけど、あの明日のラムネの飲み方を一回全力で通そうと思って一回全力で通してきたんですよ。この格好でトーク会終わりに。でちょっと汗かいたんでなんかボサボサで、今日風強かったじゃないですか。ちょっと愛知県の人ならわかると思うんですけど、風強すぎて風に煽られてで何も直さずに今ショールームしてるんでちょっとあのボサボサ。ハッシュタグって悩むね。これにさハッシュタグって何つけたらいいと思う？みんな投稿します。気分屋だから私。はい、投稿します。FJKJK それはつけました。私はもう最近の投稿はね絶対 FJK ってついてる。でね、中ちゃんがね FJK とね JK もハッシュタグつけてたから今日は JK つけました。ストーリーも載せますね。何がいいかな。
毎回投稿したらストーリーも載せてるんですけど、それも毎回悩んでます。あ、いいじゃん。はい、こちらストーリー投稿させていただきます。はい、本日のコーデです。投稿しました。 FJK の F って何、何だと思いますか。正解はファースト JK です。だから最初ってことですね。でこの見ました、私のこのストーリー、めちゃくちゃ JK じゃない。なんかこれびっくりしちゃった。ファンタスティックぜひインスタグラム、まあ、昨日も投稿しましたし、最近頑張ってるのでいいねをしてください。わっ、え、私のファン、もうナッキーさんいいねしてくれたんだけど、さっきのと今載せた私のファンありがとうございます。めちゃくちゃ秒でいいね来たじゃん。通知オンにしてないよね。してない。偶然タイムラインに現れたのか、私の投稿が。いや、インスタのいいねってさ、なんかウェブ版かさ、自分しか見れないじゃん。じゃんってか、そうなんですけど、そう。あ、いいねいっぱいついたと思って喜んでます。ふみちゃんが高校生になった現実を受け入れられません。本当ですか。受け入れてください、地道に。だけどいっぱい言われますよ、トーク会で高校入学おめでとうって。ありがとうございます。ツイッターも投稿しなきゃ、時間かかっちゃうな。いや、イノセンスはね、誕生日来たら歌えるんです。だからね、今度のシャッフル公演は歌えないんですよ、イノセンスね。歌えるかと思いきや、だからもう私の最初で最後の、最初で最後じゃない、最後のあの歌えないイノセンスは多分この5月1日の S 公演で終わりですね、多分。で次歌う時は絶対多分誕生日来てるはずなんで、まあ、鉄菜とかが始まったり、またシャッフルで出るってならない限り、多分次のイノセンスが歌わないやつ最後かもしれない。歌えないんかっていうやつより、あ、歌えないのが最後なのねっていう楽しみ方してください、ぜひ。今度の S 公演はそうだよ、井上瑠香ちゃんももう20歳なんだよ。そっちの方が受け入れられないわって感じですね。そうだよ、ルーちゃん20歳だよ、やばくない。お酒飲めるってことでしょ。なんか前言ってたもん、なんかイズリンと20歳になったら一緒にお酒飲めるねって話しててゾッとしたもん。うわ、そう、本当じゃんと思ってゾッとしました。どれ載せよう、本日のツイッター何を載せましょう。あれ、これか、どれ載せるの。インスタはどれ載せたんだ。あ、
何枚ぐらい撮ってるの？結構撮りますよ。今日はね、比較的少ない方だった。シャッフル公演申し込みました。ありがとうございます。楽しみにしてください。楽しみ。何のせよ、今日ねめっちゃ空が綺麗だったんですよ。ほらこれストーリー、インスタのストーリーにも載せたけどさ、すごい綺麗だった。これはツイッターに載せますね。衣装みたいな私服だね。確かに今日、昨日と今日でさ、なんかブラウスみたいなの2日連続着てる。選抜漏れした写メはメールに送る、メールに送りますか？あ、はい、そうですね。なんか似たような写真とか、まあ、普通に別の角度の写真とかも盤面には送りますよ。いや、これさ巻き紙だと思うじゃないですか。違うんですよ。ここだけ巻いてるだけで、ここだけね。こっちはね巻いてないんですよ。ここなんとストレートだから、なんか正面からはなんか巻いてる見えるけど、横から見たらなんかまとまりがいいし、全部巻くわけじゃないからそんな時間がかからないっていう、私の中で画期的なあの髪型を見つけてしまった最近。なんかいや本当ちょっと前に自分で髪の毛やろうと思って、あ今日も巻くかけど、なんかいつもの巻き方ちょっと違うなという気分だったんですよ。でひとまず手前だけ1個巻いたんですよ。でこう片方だけ巻いた状態で見てて、これ手前だけでいいんじゃないと思って、これですこれが変なのか大丈夫なのかはさておき、自分的に気に入ったから最近はこれです。手は大きいですかって聞いたんだけど、小さいです。伝わんないね。私の顔と比べてもちょっと、私の顔の大きさみんな知らないもんね。私の手の大きさもちょっとわからない。何と比べたらいいんだろう。こうさ、忠実的に私の手の大きさを今皆さんに届けるってなったら、あ、こんなところに、はい、ありました。ペットボトル、このサイズのペットボトル。アミちゃんの顔小さい。あ、本当に？やったこちらになります。結構小さいんじゃないでしょうか。伝わりましたでしょうか。私の手の大きさ、私の顔の大きさも伝わりますでしょうか。あ、けど一緒ってこと。まあまあまあ、ちょっと第一関節出るよぐらいですね。この500ミリのペットボトルから。伝わったのかなこれ今。あ、いいね。それで私の手形持ってる人はいいね。もうさ比べれるもんね。こんにちは。あ、350ミリだったか。あ、500ミリは違うか。もうちょい大きいやつか。どうしよう、ツイッターにどれ載せようかな。なんか悩んじゃうね。いや、なんかさ本当になんか明日
の明日ラムネの飲み方公演出させていただくんですけど、本当に実感が湧かなくて、なんか全然実感湧いてないんですよ今んとこね。なんか練習だから実感が湧かないから、なんか全然なんかそこまで緊張もしてないし危機感持ってないんですよ。本当に明日ラムネなのかなって、ファンの人にも今日いっぱい言われたんですよ。ラムネ楽しみにしてるねとか、当たったよって人もいたし、全然実感が湧かないんだけど、本当に明日ですか？明日なんですよね。そうなんですよね意味が分からん明日、そうだよね、明日なんだよね。実感湧くかな。なんかほんと先日衣装のねフィッティングもしたんですけど、全然実感来てもね、なんかね実感が湧かなかった。大丈夫かな。自撮り1個つけた方がいいかな。あ、DMM で見ましたって、高須先生ありがとうございます。いや頑張る。私時間湧くかな、明日になったら湧くかな。けどなんか直前になってさ、急に湧いてお腹痛くなるとかあるあるなんだよね。うん、頑張る。で今私はツイッターを更新しようとしてるんですよ。忘れちゃいけない。眩しそうだな今日の私。いやちょっと明日は本当にね、私なるべく泣かないように頑張ります。なんかこう嬉しいことがあるとなんか泣いちゃうんですよ私。なんでもかんでもね、ちょっと感情が溢れ出ちゃって、そう本当恥ずかしいし、そう恥ずかしい。まあ泣くことが別に悪いことじゃないんですけど、やっぱだって泣いちゃうとさ、最初からメイク取れるじゃないですか。1曲目でさこうやって出てきてさ泣く気がするんだけど、泣いたらさもう1曲目でメイク取れちゃってさ、もうね、だから頑張る私。絶対泣く、もうダメだ、もうダメな気がする。クレヨン何色？内緒ですここで言うアホいるか。大丈夫です、言わないです。泣く前提ですっぴんでやるのはどう？ダメですよ、せめてメイクさせてください。絶対泣くなって、やば、ひどい、私が泣くこと予言されてる。なんか泣く気がするし、泣く気しかしないけど、ダメだな。けどねこれなんて言ったってね、泣いてもねまつげ落ちないんですよ、まつげカールだから。素晴らしいね。防水メイクにしよう。だからウォータープルーフとかあるからさ、明日はウォータープルーフにした方がいいよね。なんか私が使ってるマスカラがなんかお湯とか水で落ちるタイプなんですよ。そんなん一番ダメやん、ま、泣いたらもう即アウトじゃん、もう黒い涙出てきちゃうから。はい、そう笑顔でね送り出すのが一番ですからね。
ちょっと実感湧いてくるじゃん、こんなたくさんラムネの話してたら。ツイッター載せなきゃ。ツイッター。みんなってどういう写真が嬉しいんですか？ SNS って気になる。きっとみんなはどういう写真が好きなんですか？いや、なんか全身の写真が好きなのはなんか知ってるんですよ。バストアップの写真なのか、自撮り、一人の自撮りなのか、メンバーの自撮りなのか、全身写真なのか、縦画像、あ、横画像とかね。あ、全身写真、うん。制服は個人的な意見やろ、それは。うん。あ、笑ってる写真、生写真みたいに4パターン。あ、全身、膝上、そういうことね、膝下、はいはい、全身、あー、アップより、逆にアップがいい。あー、しゃがんでる写真、あー、ありますね、しゃがんでる写真。だ、服装とか聞いてないんよ、なんかさ、写真の構図の話聞いてんのにさ止まらないんだから、そういうの。あ、メンバーとわちゃわちゃしてるし、いいですね。それはわかります。メンバーと撮ってるの、いいね。個人的意見が漏れちゃってる方が何人かいらっしゃるんですけど。メンバーに撮ってもらった縦画像、あー、うん。みよまるーちゃんっていう。個人的意見漏れてる方もいますね。あ、ゆずとの写真、かわいい写真。それは何でもいい感じですね。もうありがとうございます。皆さんのなんか個人的意見も一緒に聞けたので、まあまあ、はい。横向きよ、意外に横向き横顔、あ、はいはいはい。お腹すいたみたいな顔、一回私お腹すいた顔写真あげたよね。マイナーですね。うん、まあ、結局何でも好きってことが分かりました。ありがとうございますまあ何でもいい感じはありますね。うん、なんかこれみんなの聞いてると何でも良さそうな気がしてきた何でも好きですね、これみんな。今日はね、バストアップの写真は撮ってない、撮ってもらってないんですよ。普通に自撮りと全身しか撮ってない。高画質欲しい。今日私の写真高画質じゃないの？一応さ、なんかさ、 iPhone12 Pro で撮ってるんだけど、普通にフィルターのカメラで撮ってるから画質が落ちてんのかな。 まあ、それはあるな。けどフィルターのさ、カメラで撮って、そっからフィルター変えるために再編集とかしたらもっと画質落ちるけどさ、それしてないからさ、綺麗だと思うんだけどね。本日こちらの2枚で行かせていただきます。やっぱ自撮りもつけた方がいい？なんかみんな自撮り欲しいって言いそうだね。やっぱ自撮り欲しいよね、みんな。
どの自撮りがいいかな。自撮りってたくさん撮るんですよね。難しいな。これ私の写真を決めるのはまずこうね、写真のお気に入りに動かしてお気に入りから選ぶっていうのが私流です。わかんない。そう、なんかね、エキスポは外で撮れるからさ、なんか今日めっちゃ空綺麗だったんだよね。だからいっぱい撮りました。こんばんは。夜ご飯はまだです。いや、だからこんな感じのペースで私これあの SNS の写真選んでるもんですから、そりゃ投稿時間も遅くなるしっていう感じですよね。すいませんね、なんか優柔不断なんですよ私。で、なんか毎回こうメンバーとか親にどの写真がいいって聞いて、聞いた割にはなんか自分がこの写真がいいっていうのがあって、やっぱこっちにするとかええけどやっぱこうこっちかなって悩むんです。そうでね、この SNS 投稿してからショールームしようと思ってたけどキリがないなと思ってなんか始めちゃいました。優柔不断だしめんどくさいし私。やっぱ乗るまで楽しみにしてください。私も必死に悩むんで。誰ですかって来たんだけど、私です。どれがいいかな、どれがいいかな。こっちも微妙な気がしてきた。こっちが、あ、なんか絞れてきたよ。ちょっと今4枚に絞れました。選ばれる、選抜される自撮りは1枚となっております。後ろ向きとかありますか？後ろ向きはね、なかなか撮らないな。昨日なんかポニーテールしたからなんかちょっと横からは撮ったけど、え、自撮りは、はい、自撮りは横と縦どっちが好きですか？みんなどっちも好きか。どっちも好きだな、これはさっき聞いた感じだと。みんな四角っていう、四角っていう人もいたわ。縦、あ、やっぱどっちも縦。あ、縦なの？なんかさ、メンバーって横多くない？縦、あ、縦なんだ。え、衝撃。え、ちょっとそれは学んだ。なんか結局どっちでもいいのかと思ってたけど、あ、縦、あ、横、あ、縦が好きな人意外といるんですね。斜め、あ、斜め、はい、わかりますよ。
あ、待ち受けにできるから縦。あ、そういうことか。あ、そういうことか。学んだよ私今。あ、けどメンバー横多いよね。やっぱ人と撮るときとかさ、横だから必然的になんか一人も横になってるよね。あ、縦がいい。意外と縦、あ、パソコンだとよっか、そっか。今日最近なんかさ、縦で撮ってる自撮りの人多いよね。なんか、わからないけど。あ、縦なんだ。じゃあちょっと横は選抜落ちさせますね。私の今横のやつ。あ、2枚になりました。あ、いや、そしたら必然的にこれになるのかな。ちょっと暗いな。うん、やっぱすげえこれ。なんか最近 TikTok 見てて流れてきたんですよ。なんか写真ってフィルターとかつけるじゃないですか。なんかあのピンクっぽいフィルターとかちょっと白っぽいフィルターとかで、普通に好きな色味にするじゃないですか。と写真ちょっと明るくしたいなとか、けどなんか部分的にここの色ちょっとインスタの雰囲気に合わないからちょっと暗くしたいなとか、自分の顔だけ暗くなっちゃったなってことってあるじゃないですか。それを解決できるアプリを見つけたんですよこの前。マジ奇跡起きた私の中で。私の中でも画期的すぎた。すごいんですよ、あのこの部分だけ画像を明るくしたりとかできるんです。ショールームにデカめ機能できたの。やばくない？え、そんな知らないよ私。アップデートした？え、そんなんの？いや、私のところには今美肌加工しかないよ。え、そうなの？多分今私これ前の携帯でやってるからアップデートされてないかな。これはどうしたら保存できんだっけ。うん、違う、あ、これか、保存変更。あ、できたんじゃない、明るくできた。いや、なんかね、こう空と撮った写真だったから、なんかね、暗くなっちゃったんですよ。あ、いいじゃん。はい、これをツイッターに載せます。
いや、私こんだけ悩んでるんだよ、ツイッター投稿するの。めちゃくちゃ悩んでるね。だって今日もアホ毛が気になるんだけど、まあいっか。はい、じゃあ現地でトーク会2日目、ありがとうございました。はい、ツイートします。いいねしてください。はい、いけ、はい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 、来るか。あ、もうついてるついてる。来ました、ありがとうございます。早速のいいね。これ1枚目の写真をね、ちょっと明るくしたんですよ。そう、警備員のおじさんちょっと映っちゃったけどまあいいやと思って載せました。はい、終わりました。 SNS、 インスタと Twitter。 真ん中はマリンちゃんで合ってる？あ、これ真ん中坂本さんです、これ。はい、すごいね、デカメ効果とかできたの。さっきも気になって、こっちだとできるのかな。これ今どっちになってる？こっちになった？あれ、こっちになった？今は使えないみたいよ、デカメ機能ってなんでよ今使えるかと思ったじゃん、悲しい。まあいいや、なんだよ、気になったじゃん、どんぐらい目でかくできんのかなって思ったじゃん。宇宙人みたいになるのかな。あ、午前中まで使えたんだ。すごいね。ちょっと見たかったな。宇宙人みたいになってみたかったな。あ、そういや、あの、昨日 TikTok 見てくれましたか？皆さん、Twitter に拡散したんですけど、あの、ね、めっちゃね、編集頑張りました。半日ぐらい、半日、昨日の夜と一昨日の夜ちょっと、あ、けど半日じゃないな、昨日の夜1時間ぐらいして、ちょっと前も1時間2時間ぐらいか。動画編集するのね、楽しかった。
これどっちからさ配信されてる？私今どっちから配信されてる？みんなこう持ってる携帯？こっちかい？どっちかい？どっち？どっちどっちどっち？え、どっち？こっち？こっち？なんかね、携帯切り替えたんだけど、手持ち感ある。どっち？こっち。こっち。あ。うん？え？左の方？これ反転してる？これ。どっち？教えてよ。そっちじゃない。あれ？こっちですか？もしかして。あれ、こっち？もしかしてこっち？今。どっち？あれ？こっちですか？そっちじゃないです。あれ？こっち？どっち？こっち？どっち？こっち？あ、こっちです。はいはいはい。あ、びっくりした。もうどっちかと思ったじゃん。こっちね、こっちね。よかった。その間ってどこだよ。よかった。もうよくわかんないとこだった。しっくりこない。まあそろそろじゃあ配信終わろうと思います。しょうもない配信でしたがありがとうございました。明日のラムネの飲み方公演よろしくお願いします。ぜひ見てください。6時半から開演です。明日の髪型はまだ決めてません。頑張ります。張り切って頑張ります。張り切って怪我しないようにだけは気をつけます。ありがとうございました。バイバーイ。あ、3200人の方ありがとうございました。バイバーイ。